ルキルの友人です。皆様おはこんばんにちは、アズクです。いやお前ラルさんの友達なの？ラルは中学校時代の友達です。全然 YouTube やってることが違うお前とラルさんが関わりあるの驚きすぎる。へえ面白いこと知ったぜ。ご視聴ありがとうございました。いや終わるな終わるな。まだ動画始まってないんだけど。今回の動画ってラルさんが友達なのを自慢するだけの動画じゃないの？違います。今回の動画では崇拝者さんにうちのチャンネルを興味持ってもらえるように、ラルとのエピソードを喋っていきます。崇拝者さんチャンネル登録してください。2018年4月私とラルは A 中学校に入学します。1年次ラルとはクラスが違ったんですが、ラルはクラスで私が小学校の頃から仲良くしている子 S 君と喋ってたんですよね。S 君がいたおかげで3人で喋るようになりました。確かラルと初めて喋った時の話題は、スイッチでモンストが遊べるかどうか、だった気がします。初対面でどういう話してんの？急にスイッチでモンストはできますよ。って話しかけられてこいつやべえなって思いましたね。でゲームの話題で仲良くなってからは動画投稿の話もするようになりました。あんたら中1の時点で動画投稿とか言ってたのか。確か当時のラルは実況者の庄司さんに憧れてて、俺も動画投稿するって言って無料ゲーのスリガリオの動画上げ出したんですね。彼の人生初動画アップを私目の前で見ていたんだけど、こう思いましたね。動画投稿者になりてー。私もその次の日ぐらいには荒野行動の動画上げ始めましたね。お前の動画上げるきっかけはラルさんだったんだな。中学時代に二人ほぼ同時に動画投稿開始して、今ではどっちも登録者万超えてるのちょっと熱いかも。私もラルも中学時代は挫折して何回かチャンネル転生を繰り返してて、それでも今高3になるまで YouTube やってるの普通に頭おかしいと思うわ。私は中3の転生し5回目でこのチャンネル作りました。マルキルチャンネルあったのも同じくらいの時期だったと思います。YouTube 引退するつもりだったけどコロナ自粛期間で、暇すぎてアズクチャンネル始めたって感じ。高校生になって私もラルも学校は別々になりました。高1ではラルは YouTube やめてて私はアズク登録者200人みたいな感じでしたね。このあたりから私マイクラ参加型動画企画原生クラフトってのを始めました。パート4ぐらいで失踪したやつね。マイクラ Java 持ってる人は誰でも OK って感じで参加者募集してたんですけど、それで参加してきた人の中には、元ラルキル動画班のシニスタ君とかハルコトさんとかマグッシさんとかがいました。ん？参加税に動画班の人がいたの？そうそう。で私高2の初めぐらいまではその原生クラフトをのんびりやってました。ここでラルが出てきます。400人ぐらいになったうちのチャンネルを見て、うおう羨ましいってなってラルキルチャンネル立てたらしいです。最初ラルさんがきっかけでお前動画上げ始めたけど、ラルキルチャンネルを立てるきっかけはお前だったわけか。うん、よくわからん。登録者12人くらいの新チャンネルラルキルがなんと原生クラフトに入ってきました。あ、ゲンクラ参加したんだ。でもラル参加後1ヶ月ぐらいで私が泣いてゲンクラは終了します。突如解散してしまったゲンクラ、参加税はやることがなくなります。そこでラルが言いました。ゲンクラメンバー暇な人動画班やってみない？面白そうだったので私&ゲンクラ参加税は動画班メンバーになりました。私は自分の動画が作りたくて早い段階で辞めちゃったんですが、シニスタ君ハルコトさんらは残り続けて動画班有名メンバーの地位を確立しましたね。そこからラルはめちゃくちゃ伸びました。私も遅れてスマブラショートで伸びるようになりました。で、今のアズクチャンネルラルキルチャンネルがあると。そうそう。で、勝ちに来たお前私の企画のおかげで動画班になれたんだぞ感謝しろ。うわこいつ急にキモいこと言い始めた。ゲンクラ参加税が動画班になったのたまたまだから。お前のおかげとかそんなことはない。それはそうやね。皆様シニスタ君のチャンネル登録してあげてください。どっちがメイン赤なのかわからんので両方登録するとグッド。そうそうラル前こんなこと言ってたことがあるんですよ。原生クラフトのおかげで俺のチャンネル伸びたありがとうって。もういいよお前キモいよ本当に。焼肉おごって焼肉。冗談です。高3になってからはラルとはたまーに絡んでるって感じですね。私が時々 Twitter でラルのツイート引率してたり、ラルが動画で私の話題出したり、あと作業通話してますたまに。ラルと通話すると YouTube の細かいところとか彼の手法とか聞けたりして、めっちゃありがたいです。最近うちのチャンネルかなり伸びてきてるんですけど、3割ぐらいはラルのおかげな気がします。エナドリでもおごってあげたい。焼肉おごれっていうくせにお前がおごるのはエナドリなのかよ。そんな感じなのでラルのところから来た人、マジでチャンネル登録とかフォローしてもらえると嬉しいですね。こないだラルの動画で私取り上げられた時、ラルさんの友達なんですか？登録しますって結構コメ欄に崇拝者さんが来てくれて驚きました。ちょっと名前出ただけでチャンネル見に来てくれる人がいるの。ほんとラルさんの影響力すげえな。あ、喋ることもうないわ。もう今日動画終わりますか。え？こういう動画で8分超えするのきつくね？ラル雑談動画毎度長いのすごすぎるだろ。始まってまだ5分いかないぐらいしか経ってないんだなこの動画。普通に今回8分1秒動画にして広告つけまくろうって思ってたんだけどな。8分1秒なのキモすぎ。8分超えると自由に広告設定できるようになるんだったな。そうね。
ここでラルのめっちゃレアな情報特別に喋っちゃおうかな。え、なんか良くないこと言いそう。本人に許可とか取らないで言うのでこの後消されるかもしれんが、ラルキルの人生初 YouTube のチャンネル名言います。大丈夫かこれ。その名前は、おもちーです。なんかかわいい。この名前出すのアウトだったらラルどうぞ怒ってください。そしたらすぐ動画消すんで、ちなみにおもちーチャンネル登録者2000人ぐらいいましたね。いや多くね。で、その2000人の登録者のうちほとんどのアカウントが、インド人の謎アカウントでした。なんでインド人？インドで彼のフォトナ実況流行ったんですかね？そこはよくわかってないのでラル本人に聞いてみてね。しょうもない嘘つくな。いやおまじですよ。インドで大人気のフォトナ実況者おもちーは実際に存在しました。インド人で笑っちゃった人は今チャンネル登録高評価してください。というわけで今回の動画はここまでかな。私最後にラルの真似してスパチャ読み動画やっていいですか？いやお前なんかにスパチャなんか来てるのか？高校の友達がふざけてしてきてるやつを除けば一件だけあるんですよ。超感謝です。確かスマブラのショート動画だね。200円ありがとうございます。おいありがとうございますってスパチャする時の初期のメッセージじゃねえか。何も返す言葉がないんだが、スパチャありがとうございます。神です。それではゴシありなんだぜ。